ベップのは、神奈川県茅ヶ崎市出身の自転車プロロードレース選手。長兄に自転車ジャーナリストのベップはじめ、時系に元ロードレース選手であり、現愛産工業レーシングチーム監督のベップ匠。2009年、日本人初のツールドフランス完走者の一人となり、その第21ステージでは、日本人初となる関東賞を獲得した。また、日本人初で、 唯一の全モニュメント完走者である。小学校2年生の時、当時現役競輪選手であった渡辺務の指導を受け、マウンテンバイクの大会などに出場し始める。小学校4年生の時にロードレース初優勝を飾る。その後茅ヶ崎市、立祭林中学校を経て、ヨーロッパへの留学を希望するも、神奈川県立藤沢北高等学校へ進学。卒業後、 日本のチームブリジストンアンカーに所属。海外経験を積むために通し、フランスのトップアーマーチームである、ベロクラブラポム・マルセイユに派遣される。パリ、ルーベース・ポワールやジロデッラ・バレラ・オスタでの活躍により、2005年には、ランス・アームストロングも所属した、チームディスカバリーチャンネルへと2年契約で移籍した。その後、さらに契約を1年更新し2007年も、 同チームに所属。2006年の世界選手権では見せ場を作ることはできなかったが124位で完走を果たしたほか、中立選手権で序盤に逃げを決め、2007年のツールド・ロマンディでは第3ステージで2位となり日本人として初めて UCI プロツアーのポイントを獲得した。2007年シーズン限りでチームディスカバリーチャンネルが解散したため、 2008年度からは、プロフェッショナルコンチネンタルチームのスキル島の二席。2008年、奈良で開催されたアジア選手権、個人ロードレースで優勝。同年6月13日、北京オリンピックロードレース日本代表選手に選出された。2009年、当初の目標であった春のクラシックでは目立った結果を残せなかったものの、6月18日から21日まで、 ピレネー山脈を舞台に行われたルートデュスユードでは、初日に3人の逃げに乗って、ステージ2位を獲得。山岳ポイントでも首位に立った。ベップは、第3ステージでも逃げに乗って山岳ポイントを積み重ね、最終日の第4ステージでも山岳ポイント首位を守り切って、山岳賞を勝ち取った。その後6月29日に、同年のツールドフランスの出場メンバーに選出された。 ことが発表された。同レースには、新城幸也も別チームで出場することが、すでに決定していた。2009年のツールドフランスでは、第2ステージで、スキルシマノのトレインを終盤に引く役割を果たして、タイム差なしの35位、第3ステージでは8位、終盤の第19ステージではアシストがいないにもかかわらず、ゴールスプリントに加わり7位に入る。また、 最終の第21ステージでは、シャンゼリゼオ通りでアタックを決めて、逃げ集団を生み出し、そのまま終盤まで、積極的に戦闘を引くという見せ場を作り、ステージ間当初を獲得した。最終的に別府は、総合112位、総合優勝したアルベルト・コンタドールからは2時間55分21秒遅れの88時間43分56秒で、全ステージを完走し、 日本人初のツールドフランス感想者の一人となった。9月に行われた世界選手権では57位となり、日本人3人の中で唯一の感想を果たした。2009年11月24日、ランス・アームストロングを中心に結成し、2010年から UCI プロツアーに参入する新規チーム、チームレディオシャックに移籍することが同チームのプレスリリースにより発表された。 ところが先に発表されたスキルシマノのラインナップに、すでに、別府の名前が存在しており、別府とスキルシマノは契約の有効性をめぐって、対立。2010年シーズンがスタートしてからも別府は、スキルシマノ、レディオシャックいずれのキャンプにも参加できない状況が、続いていた。この間、別府とスキルシマノの弁護士の間で、話し合いが続けられていたが、2月3日に、 スキルシマノとの契約が解消され、翌2月4日にレディオシャックと正式契約に至った。これにより、ベップは2010年において、日本人唯一のプロツアーチーム契約選手となった。2月6日のチームのトレーニングキャンプからチームに合流。ミラノサンデモにランスアームストロングのリザーブとして出場。この出場によって、モニュメントのすべてに出場したことになる。 結果は10分遅れの113位。ヘンとウェベルヘムには3年連続4度目の出場となったが、序盤でクラッシュに巻き込まれ途中リタイア。パリ・ルーベでは落ち者などの多くのトラブルに遭いながらも、ルーベの競技場までたどり着くが、タイムアウトで順位はつかなかった。ブエルター・エスパーニャへの出場が予定されていたが、チームが招待されずこの年、グランツール出場は果たせなかった。 シャトールクラシックドランドルでは、エースとして走り、有力スプリンターに混じり4位に入った。世界選手権、ロードレースでは、最終集会までメイン集団に位置し、9位に入ったシンシロ、新城幸也のアシストをしながら自らも30位で、ゴールした。UCI ワールドツアーのティレイのアドリアティコに初、出場するも、同大会期間中に、東日本大震災が発生。 第4ステージスタート前、参加選手全員の前に立ち目頭している。個人的には、随便を使い、一人じゃないというメッセージを、ツイッター、フェイスブックで、選手、関係者、ファンの多くの人と共有し、震災で被害を受けた人々に思いを伝えている。別府は、一人じゃないとメッセージが書かれているリストバンドも発売した。その、 売上金全額を被災地に寄付した。その後、北のクラシック3連戦すべてで出場完走を果たす。ロンドファン・フラーンデレン、パリ・ルーベでは日本人初の完走となり、モーニュメントのすべてで完走を果たしたことになった。ツールド・ロマンディの最終日、第5ステージでは集団ゴールスプリントで区間6位に入ったが UCI ポイント圏内。 区間5位に惜しくも届かず2007年以来のポイント獲得にはならなかった。2009年のツールとフランス以来、2度目のグランツールとなるジロでイタリアに出場。第1ステージのチームタイムトライアルでチームは2位、個人としては8位となる。第10ステージでは3人で 148km を逃げる見せ場を作り風画賞を獲得。 最終的には2時間25分6秒遅れの67位で全21ステージの完走を果たした。6月に行われた全日本選手権個人、タイムトライアルと全日本選手権、ロードレースを共に5年ぶりに優勝し2種目の日本、チャンピオンジャージを獲得するが、ツール・ド・フランス、ブエル・ター・エスパーニャ共にメンバーに選ばれず、グランツールでの日本チャンピオンジャージお披露目とはならなかった。 10月、ロンドンオリンピック代表選手に内定した。所属チームのレディオシャックが2011年9月5日にレオパードトレックと合併しチーム解体することを発表したため移籍先を探していたが、10月5日に新チームグリーンエッジと2年契約したことを発表された。全日本選手権ロードレースがロンドン五輪最終選考レースとなり、 通常の6月より4月末に繰り上がったが、すでに五輪代表には内定済みであったため、ツールドロマンディ出場のため欠場した。ロードレースの日本チャンピオンは、ドイユキヒロに移行した。5月5日、デンマークで開幕した、ジロディイタリア2012に出場。ゼッケンは101番。タイムトライアルには、日本チャンピオンジャージ姿で出走した。第3ステージで、 チームのエースマシューゴスのアシストとして、ゴスのステージ勝利に貢献するとともに、ステージ9位となった。第7ステージでは逃げ集団に入り、積極的に三角ポイントや中間スプリントポイントを獲得。ゴスのリタイア後の第18ステージでは、ステージ優勝を狙うエース扱いを受けるなどの活躍を見せ、 最終的に4時間6分56秒遅れの総合121位で2年連続の完走を果たした。7月28日のロンドンオリンピックマスドレースでは、日本チームが新白との2人だけという夫人ながら、序盤から逃げ集団に入り、先頭にも立ち、終盤まで3位争いに加わって、最終的には3位と同タイムの22位と検討を見せた。タイムトライアルでは、 出走順の関係もありゴール後しばらくは暫定金メダルの地位を得たがその後かわされ24位となった。8月7日のエネコツアー第2ステージのチームタイムトライアルにおいてステージ優勝を果たし表彰台に登壇した。2021年のシーズン終了をもって引退することを表明した。ルーラー型の選手で現在は主に平地アシストのポジションだが、 ツールドフランス2009代19ステージのスプリントに、絡んでの7位や、山岳は、専門ではないがルートドスユドでの、山岳賞獲得などもある。ルーラーでありながら、山岳に、割と強いのは、他のルーラー型選手に比べ 15kg、近く軽い体重が、アドバンテージになっているためである。グリーンエッジに移籍してからは、特にスプリント系のトレーニングを行い、トレーニングでは、 最強スプリンターのロビー・マキュアンにスプリントで勝利した。ベップが情熱大陸で特集された際、練習を見たランス・アームストロングから山岳とスプリントを両立できる優秀な選手と高く評価されている。ありがとうございます。